皆さんごきげんよう。今回も元気にスマブラやっていきましょう。最初の相手はスクリーン&アルファ。アルフェ。オリマーだな。名前呼ぶの諦めてんじゃねえよ。じゃあお前はわかんのか。当たり前でしょ。確か、ウルフだったわよね。ってことで最初の相手はフクオリ。仲間であるフクミンを投げつけてくるイカれたファイターだな。説明にトゲありすぎるだろ。コンボ火力が高いからそこは要注意なんだぜ。まあでもコンボなんてそう簡単にできるもんじゃないし、撃墜も紫フクミンに気をつければ余裕でしょ。ダメージ食らいまくって赤クミンに撃墜されると、クミン張り付いて攻撃し続けるのずるくない？そういうキャラだから仕方ねえだろ。とこちらも撃墜してストック並んだな。とにかくクミンに張り付かれないようにしなくちゃ。白クミンはダメージ量多いから特に注意しねえとな。とりあえず掴みからのクーエヌで軽くダメージを稼いでっと、今は少しずつでもダメージを与えていきます。とその技は隙が大きいんじゃないの？全部先端に当たって大きくダメージは稼げなかったがいい流れなんだぜ。そろそろ撃墜圏内になってきたわね。までで追い出せたし、ここでストックリードしておきたいところさんです。脳死メテオは当たらずっと、それどころか逆に追い出される展開になったな。下手したら撃墜されるとこだったわ。もう弱空母で撃墜できそうなパーセント出しちょっと狙ってみましょう。ってことで狙い通りカウンターが決まって撃墜できました。しれっと嘘ついてんじゃねえよ。そのようなことがあろうはずがございません。何にしてもとりあえずはストックリードしたな。まずい。今日も生き延びることができた。なんとか帰ってこれました。ジャンプもなかったし、何か一つでも当たったらおだぶつだったな。撃墜されるにしてももう少しはダメージ入れておきたいところですね。いい感じに距離取られてなかなか攻撃を当てれてないぜ。これはそんなに食らってる場合じゃないです。そろそろ反撃させてもらうわよ。ここでいつものつかみ横スマを決めて終わりじゃい。おーいかん、まずいねこれ。今日も生きて、横スマ当たってストックを並べられたな。しかも多分ガードし続けてても割られておだぶつだったし。せーの、あー、水の音。ロイのメテオ気持ちよすぎんだろ。ネタが古い上に雑コラってレベルじゃねえぞ。さてさて次の相手はドンキーコング。リーチが長い重量級ファイターだな。高パーセントで掴まれるとそのまま運ばれて帰ってこれないなんてこともあるから要注意なんだぜ。でかい分コンボ入りやすいから、そこでダメージを稼いでいきたいですね。なんかクーエヌ噛み合って外に追い出せました。ここは振り向いて掴みを通したかったです。この人に限らずドンキーって結構 DA こすってくるから当たらねえようにしないとな。あれ当たるとその後の状況良すぎるのよね。けどガード張り続けてると掴んでくるし、そこら辺はうまく対処していきたいです。さてまでで追い出せたがどうしたものか。どこで空下振ってんだよ。迷った末に無意味な空下。おいかん、危ないね。あれ当たってたら終わってたな。ドンキーメテオ技多いから復帰が弱いロイだと一瞬で撃つ。食らいたくない。今日も生き延びることができた。危ないね。もうちょっと落ち着いてプレイできねえのか。本当に申し訳ない。と、ワギ横スマでエキスト先制できました。だが油断すると一瞬でストック奪われかねないから気をつけろよ。もちろんですと。あっやべ、前完成でなかった。なんだこれ。走行してる間にゴリパン貯められてんぞ。警戒しないとね。とりあえずは距離取りつつチクチクしていこうと思います。けどなかなか攻撃させてくれませんね。お、掴みからのクーエヌコンボ入ったな。崖に追い詰めたのであれ狙ってみましょう。ボレボレしちゃうね。はい、ということで下り空上からの空下メテオですね。あれって確定の？もちろんちゃんと確定コンボです。そしてこれも確定即死コンボなんだよねー。確定してない上に撃墜もできないと。でもでもいいダメージ入ったわよ。ということでもう一回やらせてもらいましょう。下手くそー。もういかん、危ないね。ここから逆転もあるからちょっと慎重に行きたいところ。さあ最終戦です。最後のお相手はリンク。飛び道具キャラかと思いきや、いきなり空前とかで吹き飛ばしてくる脳筋キャラだな。さらにクーエヌの判定も強いからなかなか厄介なファイターですね。ロイみたいな近距離ファイターだと特に面倒だな。飛び道具には当たらないように立ち回っていきましょう。ブーメランが上下にシフトできるからそこにも注意が必要なんだぜ。爆弾拾ったけど特に活用方法ないんだよね。なんか爆弾からのコンボとか覚えたいもんです。とりあえずいい感じに崖に追い詰めました。このチャンスで決め切りたいですね。撃墜はできなかったけどまだまだチャンスだな。カス当てだったがなんとか撃墜できてストックは2、3。せっかくのリードを生かしていきたいところだが、なかなかグダってピンチなんだぜ。まずいね、これからが問題だ。ダメだな。ということでストックは並んで2位。完全に並ばれる前に撃墜したいところなんだぜ。もう弱空母の撃墜範囲内だからじゃんじゃん狙っていきます。爆弾邪魔だからとりあえずボイしといてっと。お、隙を晒したな。ボレボレしちゃうね。いい感じに弱空母が入ったな。そんなわけでストックは1、2。こちらはほぼ無傷でまるっと1ストック差がついたんだぜ。このままの流れで決めていきましょう。おお抜けた。おーまやだ。
完全に流れ取られてんぞ。さらにそこから2度目のぐだりタイムなんだぜ。やばい、食らいたくない。今日も生き延びることができた。あ、ルルーシュビブリタニアが命じる、死ね。はい、ということで無事勝つことができたところで、今回はここまでです。面白いと思ったら高評価などしてくれると嬉しいんだぜ。それでは。